今週の間口です。さあ、今日のところに行きましょう。今日はまず、バイタルサインというところについて見ていきたいと思います。はい、テキストは419ページ、ここを見ていただきたいと思います。まずですね、1、全身の観察とバイタルサインというところに、バイタルサインの定義が書いてあります。これは人が生きていく上で最低限必要な生体情報ということが書いてありますね。で、一般的には体温、血圧、脈拍、これを指しますというふうに書いてあります。このバイタルサインの単元では、この3つについて、詳しく見ていきたいと思います。はい、それではまず体温から見ていきたいと思います。体温なんですが、ポイントが3つありまして、まずは日内変動があるということですね。1日の中で、高い時期と低い時期があるということですね。具体的には朝が体温が低く、夕方になるにつれて高くなっていくということですね。この日内変動を覚えていただくということが大切です。さあ、2つ目ですが、検温法ですね。体温の測り方というのが3つあります。テキストの420ページに書いてありますね。1つ目が液化検温法。これは脇の下で測るものです。まあ一番一般的かなというふうに思います。2つ目が口腔検温法ですね。舌の下にですね、体温計を刺す方法です。3つ目が直腸検温法ですね。これは、肛門から、体温計を入れる。測り方です。これ3つありますが、先ほど言いました、一般的には液化検温法がよく用いられますが、一番体温を正確に測れるのは直腸検温法ですね。そのまま体の中に体温計を入れますので、一番正しい温度となります。まあこれは当然かなというふうに思いますが、これが一番高くですね、温度が測定されるということになりますので、ここも合わせて覚えていただきたいなというふうに思います。あとですね、三つ目、平熱を知るということが大切ですね。例えば普段平熱が35度ぐらいの方がですね、36度、6分、7分になるとやはり体がですね、すごくしんどく感じられます。でも一般的には、まあ、熱があるというのは37度を超えたぐらいを考えられますので、その時にですね、36度、ね、後半だから大丈夫よというのではなくてですね、その人の平熱に合わせた対応をやっぱり考えていかないといけないということで、普段のこの方の体温は、大体何度ぐらいなのかということを知っておく必要があると思います。それもですね、先ほど言いました日内変動がありますので、同じ時間帯で測ってあげるということが大切だと思います。それと最後にちょっと付け加えておきますが、420ページの下に書いてあります。検温に関する留意点というところにですね、体温は37度以上を高体温、34度以下を低体温という、というふうに具体的な数値が出ていますので、これも合わせて覚えていただきたいなというふうに思います。はい、続いて血圧のお話ですね。血圧でよく出てくるのはやはり高血圧という言葉ですね。じゃあ何が一体高血圧なのか、ね、このあたりも含めてお話をしたいと思います。まず言葉なんですが、いわゆる血圧の上、下というのがありますね。最高血圧、最低血圧というふうに言いますが、別の言い方がありまして、上のことをですね、収縮期血圧、下のことを拡張期血圧、というふうに言うこともあります。これの覚え方なんですが、これは心臓の形をイメージしていただきたいと思います。すなわち、収縮、心臓がちっちゃく収縮しているときは、全身に血液を送っているときですよね。ですから、血液が勢いよくビュッと出ますので、それで血圧が高くなる。そのときに一番血管に圧力がかかるわけですよね。逆に、拡張期というのは、これは心臓が広がっている状態をイメージしてください。心臓が広がっている時というのは、全身に回っている血液が心臓に戻ってきている時ですよね。それは勢いがなくですね、ゆっくりと戻ってくるということで、血管に一番圧力がかからない状態。ということで、この収縮期と拡張期というのは、心臓の形で覚えていただくということになりますね。
さあ、それとですね、140、90というふうに書きました。これがですね、いわゆる WHO で言われている高血圧の定義ということになります。まずこの140なんですが、これは収縮期血圧が140以上である。で、この90というのは拡張期血圧ですね。下の血圧が90以上である。これを一般的に高血圧と呼びましょうというような定義がされています。で、あとですね、上、拡張期だけが高くて、下は90未満ですよっていう高血圧もあります。これはですね、特別に、こちらだけ高いということで、収縮期高血圧と言ったりしますね。この辺も合わせて覚えていただければいいかなというふうに思います。テキストには少し細かめのですね、高血圧の表が載っています。時間がある方はちょっと見ておいていただければいいかなというふうに思います。はい、続いて脈拍についてお話をします。脈拍というのは、これはまあ血流のリズムと考えていただいていいかなというふうに思います。正常はですね、1分間に、60から80、もちろん安静時ですね。で、ここでですね、よく出てくる頻脈、徐脈と言ったりしますね。頻脈というのは読んで字のごとく脈の数が多いということですね。一般的には100から150、まあ、お医者には250というふうに言われたりもしますが、要は100を超えてくると、少し頻脈傾向かなということですね。それと徐脈というのは、ゆっくりな脈の打ち方ということで60未満を一般的に言います。で、あとは不整脈であったりですね、脈が飛んだり、するわけですよね。そういったものがあったりします。それとですね、ジギタリスっていう、これ薬の名前なんですが、徐脈とセットでよく出てきます。これは心臓の薬になります。これを服用すると、徐脈になるというふうに言われてますので、このジギタリスっていうのはね、時々、見たりしますのでね、これと徐脈合わせて覚えていただけたらいいかなというふうに思いますので、ちょっと、余談にはなりますけれども、こちらの方に書かせていただきました。はい、今日はバイタルサインについてのお話でした。このバイタルサイン、単独でポンと出てくるわけではなくて、やはり他の問題との複合ですね、こういった形で出てくることが結構あります。ですから、まずバイタルサインをですね、しっかりと掴んでいただくと、それが丸であるのか、ペケであるのか、スッとつけることができますよね。そうすると、他の選択肢を選択する際にですね、非常に有効になりますので、今日お話ししたことは最低でも覚えていただけたらいいかなというふうに思いますので、しっかりとテキストで復習をしておいてくださいね。はい、それでは今日はこれで終わります。